ちゃん。さあ皆さんこんにちは、農産札幌森ちゃんでございます。本日は夜の動物園に皆さんをご案内していきたいと思います。さあ動物たちはどんな夜を過ごしているでしょうか。それでは行ってみましょう。迫力あるわ。もう夜というだけで全然雰囲気が変わりますね。ヤギエリア寝てたみんな。昼ならすぐ寄ってきてくれるんですけど、こんな時間に食うもんだからびっくりしますね。寝起きドッキリです。何してんのかなと思って、みんなあれだね、瞳孔がさ開いてるからみんなさ顔がちょっといつもと違うね。いつもは横棒の目なんですけど、また違った感じがしますね。いたの、そこにローズ。ローズそこにいる。ここです、ローズ。ローズ大丈夫？うん、かわいいね。そこで寝るんだね、ケニはね。挟まりたいタイプ。え、おやすみ、おやすみ。遊びしてたと眠いんでしょ、もう。よし、何ですね。ここから撮るのは初めてかな。やっほー、寝たかな。ふーちゃん、ふーちゃん、ふーちゃんです。ふー見に来てくれました。ピーター何してくれました。ピーちゃん何してたの。ピーピー、本当に星が綺麗なんです。写真撮ってみようかな。アザラシいる。寝てた？ごめんね。みんな何してた？わ、すごい。すごい寄ってきてくれる。どうしたの？こんな時間にって言ってますね。ジャングルと。ビントロング、ごめんね。ナマケモノ止まってる。ゆめちゃんなんか迫力あるね、ライト当たると。うん、
さあ皆さんいかがでしたでしょうか。夜しか見れない動物たちの意外な一面もあったのではないでしょうか。続編もありますので楽しみにしていてください。それではまたお会いします。またね。続きましては北極狼エリアです。わあ、夜の狼かっこよ。あなたたちはどこまでも神秘的だね。